久しぶりな感じがしますね。お久しぶりです。皆さん夏休みはいかがでしたか？楽しかったですか？ありがとうございます。トリプル Z もね、夏満喫どうですか？しましたか？しましたね。夏休みの思い出話してくれる方、よし、あ、受け取りました。MC じゃないのに。私はあのアリサと郡上踊りの徹夜踊り、徹夜踊りに行ってきました。徹夜はしてないんですけど楽しかったね。食べたくてね。そう、ラーメン食べたくて。何のラーメンやろ。はい、なんかアリサ去年も行っとらんかったっけ。いやね、行きました。毎年行っとる。去年はイカ焼きがあったんだけど、今年なくて。あ、そうなんや。そう、毎年行ったわけじゃなく、去年と今年だけが。いいね、いいですね。はい、よろしくお願いします。オンさん喋りたいよな。喋ってるじゃん。ね、オンさんはやっぱ韓国に行きました、今年も。いいな、いいな、羨ましい。釜山行ったんで、あんまりそのソウルとかよりかは賑わってないけど、とても楽しかったです。皆さんにね、お菓子、メンバーにね、お菓子あげたから。もう Vlog が出たりしてね、ももとか、はい、上がっちゃって上がっちゃってあの犬山に行ったんですけど、はい、まあ、なんかずっとどうしても自分だけの指輪が欲しくて、でそう、ももが使わず自分だけの指輪がどうしても欲しくて、はあの作りに行ったんですけど、なんか将棋があるんですよ。で、なんかもうハリーポッター大好きじゃないですか。だからそうや、イギリスのコインを絶対作るって決めて行って、そしたらなんでイギリスのコインがあったので、イギリスのコインを作りました。さっきね、なんかそう、めっちゃちっちゃい。そう、めっちゃちっちゃい。なんか小指で作ったんやけ。そうですか。そう、ママの小指で作ったんやけど、メンバーみんな作ったらここまでしかいかない。関節で無理。めっちゃ細くて指。なんか何か何本か指輪ってあるじゃないですか。小指なんか1号でした。やばい、もう赤ちゃんのやつみたいな。一番ちっちゃいやつでした。すごかった。可愛かった。でも楽しかったです。でもなんか炎もつけれそうやけど、ね、正直サイズ感的にはつけさせてほしい。私も郡上踊り行っちゃったんですよ。あ、そうだね、はい、あの徹夜じゃない時に行きました。あ、はい、ちょっと徹夜自信なくて。いや、楽しかった。めっちゃ涼しくていいですよ。確かに。なんか踊りました。本当踊りました。めっちゃ本当ね。なんか結構入るのなんか緊張して、あ、もうグイグイ行った。グイグイ行きました。グイグイ行ったね。やっぱ初心者なんで、はい、こう端っこに行ってました。そうよね。いいと思います。
は全員ステージにお願いします。では正面と左側と右側で写真を撮ろうと思います。まずは正面に向かってポーズを撮りますので、正面のお客様カメラの準備をお願いいたします。続いて右側のお客様に向かってポーズを取りましょう。カメラの準備をお願いいたします。